すげえ。かっこいい。先生、武蔵先生、今のは何の流派の方ですか？二刀の舞と名付けた。でも先生、本当に二本の刀を使って戦うことなどあるのでしょうか？まあねーぞ。今のは何の流派の方ですか？これはあくまで剣舞の一つだ。実際に二本の刀を同時に使うということはない。いや、そうとも限らん。人というものは必ず利き腕というものがある。でもごく稀に左右両方の手を同じように動かせる人間がいるのだ。じゃあそういう人なら二本の刀を持って。先生はそう思われますか？どちら様ですか？いや、いきなり道場に上がり込んで失礼いたしました。私、徳川家剣術師範補佐、丸目長吉と申します。徳川家剣術師範。宮本武蔵殿、あなたに折り入って話したき儀がありお邪魔いたした。できれば二人きりで話がしたいのだ。もう終わりかな、宮本殿。実力はよく分かった。合格だ。え？合格だ、宮本殿。明日の朝共に出発しよう。旅支度をするがよい。どうする？引くなら今しかないぞ、宮本殿。いや、こんな片田舎の道場でくすぶるくらいなら。これも剣士の定め。俺はたとえ危険でも腕を試す方を選ぶ。夜遅くにすまなかった。さあ飲めや。さっきのやつの酒は飲めんでも、わしの酒なら飲めるはずや。飲めへんちゅんか？それじゃあいただこうか。ほう、素直やないか。さや、それでええ。若いうちは強い奴の言うことを素直に聞くもんや。さあ、飲めや若いの。武蔵。ああ？宮本武蔵という俺の名だ。ああ？若いのじゃねえ。継がれた酒は飲めねえが、売られた喧嘩はいつでも買うぜ。おお、いいぞ。おお、ええ度胸しとるやないか、若いの。まあ、ええ。そないにでかい口叩くっちゅうことは、剣の腕も相当なもんなんやろな。さあ、試してみるしかないだ。せやな。丸目さん、今からはしゃいでどうする。力を使うにはまだ早いはずだ。どう
良いではないか、マルメ。喧嘩するだけの元気があって何よりじゃ。天海様。天海だと。天海様だ。お主、なかなか良い腕をしておるようじゃの。良い顔をしておる。どちらの剣士様かの？美まさかの国。ほう、作州の。して、そなたの流派は？ありません。丸め。遅刻。丸め、貴様どういうことだ。浪人風情を舞台に入れるなど。いや、天海様、宮本殿は無流派ですが。どうだか。すでに目標の場所へ。そうか、ならばよい。後のことは任せる。宮本武蔵、真島五郎八、お主たちは本当に良い目をした剣士だ。今回の作戦、それとも何か。私はお主たちに声をかけてしまったことを少し悔いている。おいおい。いや、そうではないのだが。出発の時間だ。生きろ。え？死んでしまったら全ては終わりだ。本当に後がなくなった時は逃げろ。何がおかしい？急に何言ってるんだ、丸目さん。では。やはり来たか。天界の差し金か。お命頂戴つかまつる。やったんか。ああ。無念。弟、あの天界から救い出してやれなかったことか。貴様らこちらのお方が徳川家の嫡男、結城秀康様と知っての牢関か。逃がすな！おい！おう！おい、見てみや。あそこが丸目の旦那の言うてたとこやな。ああ。早いって休もうや。
えらいやつを切ってもうたで、あんた。結城、ゆっくり座って話そうや。お、やっと迎えが来たんか。やはりお前たちが生き残ってしまったか。生き残ってしまったって、あんた何言うとるんや。お前たちはここで死ぬのだ。マルメさん。何を手間取っているのだ、マルメ。どちらが切った。俺だ。それはご苦労だったな。お前たちにはここで死んでもらう。その構え、何のつもりだ。構わん、やれ。おお、まさかそのような技を使うとはな。マルメさん、俺はあんたに言われた通り、宮本武蔵、本物かどうか試させてもらうぞ。来てこの男とまた戦う。何の真似だ。観念したのか。マジマ。確かに。